ドナルド・クリッチトン・アレクサンダーは、アメリカ合衆国の税務専門の弁護士。ニクソン政権下で、国内国際入庁長官となり、ジミー・カーター政権の初期まで在職した。アレクサンダーは、アーカンソー州、パインブラフに生まれた。長時て1942年にイエール・カレッジを卒業したが、折からの第二次世界大戦に再始陸軍に入って、ヨーロッパ戦線に、 砲兵隊の一員として従軍し、ブロンズスターやシルバースターを受賞した。1948年にハーバードロースクールを修了した後、税務専門の弁護士として経歴を重ね、ワシントン DC の法務事務所であるコビントンバーリングに1954年まで勤めた後、1973年までシンシナティで弁護士として活動していた。アレクサンダーは、 アメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソンによって、1973年5月に内国再入庁長官に任じられ、ジミー・カーター政権の初期にあたる1977年5月に交代するまで、その職にあった。アレクサンダーは、ニクソンがアメリカ合衆国内国再入庁を使って、自身の政敵たちに税務調査を仕掛けようと試みた際に抵抗し、その結果、 ニクソンは彼を解任しようと様々な試みを重ねることになった。長官に就任した初期、アレクサンダーは政権やそのベトナムに関わる政策を非難していた人々を追求するために設けられていた IRS の特命スタッフを廃止した。そこでは極左、極右の悪質とされた3000団体、8000人の個人が調査対象に挙げられてたという。また、 他の省庁から納税者に関する情報の提供を求められた時にも、アレクサンダーは強く、これを拒み、1976年には納税者の情報の秘密保護を強化する法改正を実現させた。その後、アレクサンダーは弁護士の仕事に戻り、死去するまで、英金ガンプに在職していた。アレクサンダーは税務に関する法律実務課として、 模範的な文書作成技術を持っていたとされている。連邦弁護士協会は、法学を学ぶ学生を対象として実施している、税務に関する検証論文の行事を、アレクサンダーの名を冠して、ドナルド・シー・アレクサンドル・タックスローライティング・コンペティションと称している。ありがとうございます。